たんですけど、ストーリーズで。そう、それにちょっと答えていきたいなと思います。全然答えてないので。よし。あ、お友達が質問ボックス書いてくれてる。毎日可愛い日向に癒されてる。自粛期間自撮り多くて嬉しみだよ。嬉しい。うなちゃんっていうお友達がいるんですけど、うなちゃんはすごく私にとってもうすごいパワフルな女の子で、めちゃくちゃ素敵な女の子なんですよ。そう、ひなたの前髪切りたい。絶対ここまで切るじゃん。絶対ここまで切るじゃん。こにゃにゃっちわ、こにゃにゃっちわ。ひなちゃん、あ、北原さんじゃなくて、そう、りえさんもね、ある意味うなちゃんかもしれないですね。絶対ここまで。はい、なたにはたくさんのいいお友達がいるのね。私本当に生まれてから周りにすごく恵まれてきたなと思ってて、お友達もそうだし、学校の先生とか、それこそファンの皆さんにもすごくすごく恵まれてますよ。私はめちゃくちゃ確かに長い子から水戸夏目さんですね。ちょっとここの前髪、この短さ、私はちょっと似合わない、似合えない、自信、似合わす自信がないというか。これカチューシャです。そう、よく見るとお花柄になってるの。はい、すごい、なんかみんな夢を持ってて、そう、なんだろう、努力する力とかすごく刺激になるお友達が多いかな。活動を始めてからのお友達はすごくそういうお友達が多いです。おかっぱひなたん見たい。おかっぱ、いや、髪の毛とかね、全然短くしたことないんだよね。多分ここくらいまでのさ、おかっぱとかないと思うんだよね。多分短くてもここくらいまではあったと思う。短くしたことないな。いや、ちょっと短くもしてみたい気持ちはあるけどね。あるけど、なんかまた新しいヘアアレンジとか、そういう幅が広がるから面白そうだなとは思うけど、そう、今はちょっと伸ばしたい気分なので、ちょっと伸ばせるところまで伸ばしてみようかなと思ってます。はい、なたのおでこ、おでこでーす。そう、今日はちょっと前髪散らしてます。散らされていただいております、前髪の方を。はい、じゃあ早速質問答えてこ。見た目の面で目標とか憧れとしている人は、難しいな。見た目の面で、見た目か。見た目ね、難しいな。チラシ前髪、チラシ前髪。見た目だと、これも私の友達の話になっちゃうんですけど、みちちゃんっていうお友達がいて、その子は台湾と日本のハーフなんですけど、すごいアジアンビューティーでめちゃくちゃ可愛いです。すごい美って感じで、そう、見た目もすごいお綺麗ですね。48だと誰かな、サイピーさんとかめちゃめちゃ綺麗だなって思います。しかも博多座の舞台でサイピーさんとご一緒させていただいたんですけど、サイピーさんそれまであんまりお話ししたことなくて、でもお話ししたらめちゃくちゃ面白くて、すごいなんか美人で面白いって最強だなって思いました。はい、あとは小島子さん、卒業されてしまったけど小島子さんが好きですね。シンプルに
まこさん好きですし、あとジュリさん好きですね。つまりは MJ 最高かっていう話なんですけど、はいそうなんですよ。そうですね。あとさくらさんとか、いやなんか素晴らしい見た目の面でもう素晴らしい先輩がおりすぎて、いすぎて困っちゃいますね小島子の YouTube よく聞いて、わかる。あ、ナーニャさんも大好きです。ナーニャさんのお顔ってなんであんなにお強いんですか。なんで好きってあ、面白くて綺麗なの村重さんってめっちゃわかる。村重さんと一緒にいるとさ、なんか自然と気持ち明るくなるよね。そう、明るくなるし、なんかずっと笑ってられるHKT さん、あれ DD かな僕は本間さんのお顔が好きです。知ってます。お顔好きだったんですか。それは初知りでした何や、来週のキラムイジェン出るよって。そうなの、そうなの、見ました、ツイッター。奈々さん戦隊もの次の出るんですよね。そう、多分ゲスト出演かななんですけど、そう、それでキラメイジャーはキラメイピンクに工藤美桜ちゃんがキラメイピンクとしてもう今日本の平和を守っているので、なんかそこの共演は激アツですよね勝手に熱さ感じてるはい、そうですね。はい、わ、イヤリングって何種類ぐらい持ってるの。何種類ぐらいだろう。ちょっと箱とか持ってきてみる。よいしょ。一応これがなんかスタメン組、スタメン組その1下にめちゃめちゃ置いてあるのはすっごい適当で申し訳ない、汚いんですけど、スタメン組その1でしょ。でスタメン組その2、これもめちゃくちゃぐちゃぐちゃしてて申し訳ないんですけど、これはここのあのリキュームっていうイヤリング屋さん、アクセサリー屋さんのものを主に詰め込んでます。テイストまとめまだあって、そう、ファンの方からいっぱいいただいたので、まだ可愛いのがねあるんですよ。ファンの方が手作りで作ってくれたのとか、それもすごいお気に入りで、そう、つけたりもするし、扱いのさそう、まだまだ入ってます、まだあります。そうなんですよ、私も同じだ。そう、なんかこの透明のパッケージに入れるのがめちゃくちゃ便利で、っていうのも私こういうケースに飾って置くは置くんですけど、そう、こうやって入れとくだけど、結局握手会とかでそのアクセサリーで部ごとにアクセサリーを変えたりとか、そのアクセサリーを持っていきたいみたいな時が多いので、結局はなんかこういう風にまとめて置けると、ちっちゃくこんくらいのサイズでいっぱい入れてまとめて置けるとすごく便利というか、そう、それでこういう風にまとめてます一番高かったのはどれですか。一番高かったの、でもそんなに高いの買ったことないかもです。だいたい2000円では収まる気がする。2,000〜3,000円では収まっている気がする。そう、高くても2,000〜3,000円で収まってる気がするんだよな。というか多分100円単位のものもめっちゃ多いと思う。いただいたものもあるのでね。そう、多分これ1,000円、300円、あとはこれちょっと高かったかな、3,000円くらい、なんか手作り系でした。でこれ300円でしょ。あとはなんかリングとかもだいたい1000円で、安いところでなんかデザイン可愛いのを集めちゃうから、
これはセールでなんか1000円くらいで買った気がします。はい、うん、ゲームはそう考えたらちょっと高いかな。これ300均のもの意外と可愛いのあるので好きです。シンプルで可愛いもの、安くていろいろ集められるのがいいね。はい、いっぱい集められて、なんかさ、ちっちゃいものって集めたくなる。収集癖。イヤリングどのくらいのペースで買う？あー、でもなんかイヤリングは高校生の時から集めてるので、なんか高校生の時に集めたものはもうほとんど妹にお下がりであげちゃったりとかしたので、どうなんだろう、どのくらいで買ってるのかな。でもなんか、あ、これかわいいとか、これ欲しいなって思った時にちゃんとその時の出会いを大切にしてます。はい、あ、この曲好き、ナスタミーナン。そうなんですよ、いい曲ですよね。なんかダンスナンバーをソロステージでやろうかなみたいな考えもちょっとあって、それで多分入ってるんだよな。多分この話したかな前も。はい、いや、アクセサリーも結構一期一会ですね。その時逃したらもう出会えないデザインとかものとかも絶対あるし。そうなんですよ。妹可愛いですか？妹は可愛い。どうでしょう。あ、ユリを咲かせる感も好きです。いいね。うんうんうん。じゃあ次の質問答えてみましょう。あ、母の日は何プレゼントするの？確かに母の日近いね。皆さん何しますか？なんか私母の日なんか しようかな。なんかできるような大人になりたいですね。こういうさ、なんか母の日とか父の日とか勤労感謝の日とかで、なんか周りの人にちゃんと感謝の気持ちを伝えられるような大人になりたいなと思いつつも思いつつもだよね。花でも送ろうかなって。確かにお花いいね。私お花いいと思う。はい、お花いいと思うね。料理作ります。あー、いいね。うんうん。父の日プレゼントしたことあるの？でもなんか父は父の日と父の誕生日が近いから、なんかいつもタンプレをその近くでまとめて買ってもらってる気がする。買ってもらってる、買ってる気がする。はい、うんうんうん。ハーバリウムはあって、あー、ハーバリウムもいいね。なんか簡単に飾れておしゃれだしね、かわいい。 今っぽくて素敵。好きなお花は何？好きなお花はチューリップですね。ちょっとチューリップのお花ハーバリウムにするのは大きいかもしれないんですけど、はい。そうなんですよね。あとはなんだろうな、飼ってみたい犬種。飼ってみたい犬種は私、あの白いポメラニアン飼いたいですね。でもなんかいつか大人、もっと大人、なんかいい大人になったらペットをお迎えしたいなっていう気持ちはあります。猫ちゃんも可愛いけどね。なんか白いモフモフの犬って可愛いなと思って、しかもポメラニアンだったら親近感湧くかなみたいな。でも小学生の時はあのワンタメの影響でめちゃくちゃミニチュアダックスフンドが好きで、ね、あのちっちゃい頃にずっと持ってた犬のぬいぐるみが、ゴールデンレトリバーのぬいぐるみだったんですけど、それずっとミニチュアダックスフンドだと思ってて、ミニチュアダックスフンドのクリームのワンちゃんを飼ってました。はい、もうお別れしちゃったんですけど。そう、いや、もうミニちゃんもすごい好きやな。毛めっちゃ抜けるけどね。あ、でも白いポメラニアンも抜けるか、毛掃除大変かな。そう、それでおじいちゃん家にあのトイプードルがいて、トイプードルは全然毛が抜けないのでいいなとは思ってて。そう、
ポメがポメを買う。いやーどうだろうね、ポメって名前にするんでしょ、しないよはい、猫は好きって、猫も好きですね。ただ猫アレルギーがあるので、でも猫アレルギーがあんまり出ないような猫ちゃんもいるので、猫も可愛いなと思います。猫ちゃんもいいよね。あんまり想像つかないでしょ、みんな私のこと犬派だと思ってるんじゃない。実際はゴブゴブです、結構。はい、ひなたって名前にしよう。あのね、ペットをねひなたって名前にしたらね、私と同じなのよ。ひなたって呼ばれて、はーいって2匹とも向いちゃうのよはい、犬と猫同時に飼えばやばいよやばいね、それは確かに。2匹自分も1匹とカウントするはい、なんだろうな、落ち込んだ時どうやってメンタル回復させてるのか知りたい。落ち込んだ時か、とりあえず寝るかな、寝るか食べるかで全部満たすをします。あとはなんか学生の時にストレスめっちゃ溜まった時にやってたのは、これ宇宙兄弟のモノマネなんですけど、もうすべてのいろんな情報を自分に詰め込むっていう方法、音楽をかけてラジオをつけて、であと音楽をつけてラジオをつけて、勉強しながらリスニングするみたいな、なんかとにかく文字とか情報を一気に一緒に入れるみたいなのをしてた時あります。それはなんか宇宙兄弟のムッタがちっちゃい頃にやってた方法で、そう、なんか私もそれ真似してた時期ありますそうなの、まあ、それぐらい良かったかどうかって言われたらちょっと謎かもなんですけど、はい、あ、聖徳太子的なそういう感じです。そういらんことを考える暇を与えない、その通りです。なんかそれするとなんかもううわーって自分の中が情報でいっぱいになるから、うわーってなって、なんか時間も過ぎるし、なんかいっぱいいっぱいになって逆に良いみたいな感じだったかな。うんあとはなんだろうね、おすすめの暗記法は、でも暗記って夜覚えるといいって言うよね。だから覚えるときは夜やるのがいいんじゃないかな。逆になんか単純作業計算とかは朝の方がなんか頭すっきりしてさえるから、朝やったりとかしてたかな、テスト勉強とか。はい、だって夜にさ暗記して、で起きてもう一回それ見たら完璧じゃない、二度入れで、で一回寝かせられてるし、その情報、良きと思われます。バレエのストレッチはやりますか。やりますね。そう、部活もダンス部だったから、なんかその時にやったダンスとか、そう、創作ダンスだったから自分たちで作った振りなんですけど、なんかそれとか未だに覚えてたりするもんね同じ曲をひたすらやってたからだと思うんですけど、そう、なんか大会とかで踊ったやつ未だに覚えてたりするやつもある。はいで、ストレッチのやり方とかも、なんかその時やってたのを継続させてやってたりするかな体に染みついたのね、確かに何だろうなぁ。あ、ひなたんは髪を染めるなら何色にしたいですか。ピンク
え、なんかあのハルタン先生いらっしゃるじゃないですか、 HKT48 の上野遥香さん。ハルタン先生がピンクに最近染められて、結構色素薄い系のピンクに染められてめちゃくちゃ似合ってるんですよ。めっちゃ可愛いと思って、いやーなんかあそこまでとは言わなくても、いやでもなんか一回、人生で一回くらいはそのくらいの派手髪をしてみたいしてみたいみたいな願望があります。そう、似合う似合わないとかは別として、興味本位でインパクトはあるって。確かにハルタンピンクだね、うんうんうん、想像できないって、だよねだよねって言って、そうなんですよ。なんか人生で一回はなんかインパクトのある派手髪やってみたいな。でもまあ結局はあの黒髪とか落ち着いてる方が絶対いいんですよ。だって私瞳の色黒いし、めちゃくちゃインナーカラーとかもいいと思います。ああ確かにゆきりんさんとかねずっとしてますよね、インナーカラー、ここの色だけ変えるって、かわいいよね絶対かわいい。一回見てみたい、一回やってみたいよね。一回でいいけどね一回でいいけどね。今の髪のピンクだよって、見たい、参考にさせてほしい。たまに派手な色にしたくなる、そうよね、いいよね。エクステでって、確かにエクステでもないだな。っていうかさ、なんか髪の毛短くしてさ、なんか長くしたいなって思ったらエクステつけちゃえばいいのかな。でもなんかエクステってさ、すごいケアが大変みたいな話も聞くから、ちょっと手間、戸惑っちゃうよねカツラは、カツラは日暮らしの泣く頃にというドラマで私のカツラ姿が見れますので、ぜひご覧くださいはい、なんか質問返ししてるとあっという間だね。だって50分まででしょ最近まで緑だったって、私の友達じゃん私の友達じゃんとか言って、いいですね、うんうん、今回もミッションコンプリート、お昼寝するって、お昼寝しようかなあのカツラ違和感あるよねって、あの日暮らしの時のでしょ、わかるあと2分かって、短い、お昼食べたまだです。そう、今日は実は朝ごはんをちょっと遅めに取ったので、まだまだでいいかなって思ってます。お、3週50巻と終わりましたって、ありがとうございます。マジムリは地毛なの、マジムリは、ここにエクステをつけてました。そうだから、こっち側は自分の髪の毛で、ここに長さを足して全体的にこう長い髪の毛に見せるっていう方法でしたね。はい、完了です。コメントする暇がないって、いやいや本当に応援してくれてありがとう、読みましたよコメントちゃんとミーザがひなたちゃんを応援するのにショールームのアプリインストしてくれたらしいよって、嬉しい、ミーズ好き、早く会おうねミーズはい、ぴったり5000人だったって、お嬉しい、ありがとうございます。この枠もたくさん応援してくれて、はい、最終だったり星投げ、そしてギフトでのね、あの応援の方もありがとうございます。次は夕方からなんですけれども、夕方からもみんなで力を合わせて頑張っていきましょう、よろしくお願いしますはい、というわけで皆さん次の枠もよろしくお願いします。じゃあねー、バイバイ、ありがとう